あー、さなちゃんいつまで寝てるの？学校遅刻しちゃうよ。今何時？8時よ。いっけない、遅刻遅刻。私の名前はサナ、ごく普通の家庭で普通に育ったザ・普通の女の子。あ、遅刻遅刻、やばいやばい。大丈夫で行こうすか？まさか運命の人は？全然運命の人じゃないわ。あ、全然大丈夫です、なんともないんで。はい、大丈夫です。はあ、間に合った。あ、朝から遅刻しそうになるし、変なやつとぶつかりそうになるし、今日は災難だね。ベイビー、クラスのみんな元気かい？金持ちくん、おはよう。彼は金持ちなの。金持ち財閥のドラ息子。見た目に反して彼の悪行は数知れず。彼のいじめの標的になったらこの学校生活も終わりね。サナ君おはよう。今日の君は昨日の君より可愛いね。今度よかったら美味しいディナーにも行かないかい？あ、いいですね。あ、そうだ、それよりも今日この学校に転校生が来るみたいですよ。なんだって？一体どういうやつかな。僕に立てつかなければいいんだけど、もしクールなやつだったら僕のグループにでも入れてあげようかな。来た。皆さんおはようございます。来たナスオと申します。今日から皆さん仲良くしてください。え、あいつ誰だ？こんなやつをうちの学校に入れたやつはパパに言いつけてやる。あ、僕の席一番前の席みたいですね。あ、さっきお会いした人だ。あ、どうも。あれ、お名前はなんて言うんですか？あ、私サナって言います。ナスオくんでいいのかな？あ、ナスオで大丈夫です。このド貧乏がいきなりサナくんと仲良くしやがって、この学校から消してやる。おはようございます。あれ、オラの席がなくなってる。ベイベー、これでもう学校に来たくなくなってるだろう。おはよう。あ、サナさんおはようでごわす。ナスオくんおはよう。僕の席がなくなったでごわす。え、そうなの？登校2日目にして金持ちくんに目をつけられちゃったよね。かわいそうに。まあ、こういうこともたまにあるから大丈夫でございます。どうせこんなの5分で終わるさ。はい、今日の授業は終わり。なんでずっとこの体勢で維持できるんだ。こうなったら次の作戦だ。ベイベー、皆の者おはよう。あ、金持ちくんおはよう。あ、金持ちくんおはようでございます。気軽に話しかけないでくれるかい、下級国民が。ほら、下級国民にはこのパンがお似合いだ。これでも食べてな。
こんなどっからどう見ても腐ったパン、こんなの食べたら。あ、ありがとうございます。今日のお昼ご飯なくて困ってて。いつもヘラ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 しやがって、この貧乏人風情が。僕は君みたいなクソ貧乏人が大嫌いなんだよ。ちょっと言葉が難しすぎて金持ちくんの言ってる意味がわからなかったでごわす。ほら、僕の揚げたパンちゃんと食べれるだろ。もう私見てられない。はい、いただきます。バカめ、この中には死なない程度だが服毒も入っている。苦しんで倒れろ。うまいでごわす。金持ちくん、ありがとうございますでごわす。は？毒を塗ったパンだぞ。なんか言ったでござるか？いや、何も。ナスオくん、大丈夫だったの？美味しかったでごわす。ああ、よかった。もう本当に心配したんだから。こいつ、どんな体をしてるんだよ。こうなったら。 Hey baby、 パパかい？どうした、愛しの息子よ。身元がわからないクソ貧乏人が一人消えてもお金で揉み消せるかい？何かあったのか？どうしても消したい奴がいるんだ。そいつの詳細を送ってくれ。わかった、メールで送るよ。早急に、できれば今日始末してほしいんだ。わかったよ、愛しの息子よ。これであいつはこの学校、いや、世界からいなくなってるかもな。ベイベイ、みんなおはよう。あ、おはようでごわす。なんで生きている？っていうか、昨日何も起こらなかったのかい？あ、そういえば。親父が言ってたな、こいつか。そうみたいですね。よし、拉致るぞ。はい。みたいなことがあったでごわすよ。そんなこと信じられるわけないだろう。ああ、やー、ナソくん。おい、ちょっかいかける人間間違いんだよ。消すぞ。やっぱり変な人。でもちょっと気になっちゃった。本当にいますか？金持ちはこのまま学校には戻ってこず、退学していったのであった。皆さん見てみてください。はい、イベント